36歳男です。10年前ぐらいに知り合いに口座を売ってしまいました。その後違法に使われたとのことで口座が凍結されてしまいました。違法に使われた以外の銀行口座も凍結されてしまい、現在口座を持っていない、作れない状態です。なんとか口座を改めて作る方法はないでしょうかまた現在彼女がいるのですが、結婚して名字を変えたら作れたりするでしょうかはい。あの、名字変えると作れます。あとあの、今僕、その読んでる最中にアドバイスをして、名前を裁判所で変えるってアドバイスをしようとしてたんですけど、なのであの、名前変えれば作れます。はい。 名前と生年月日が同一な人っていうのがブラックリストが作られてるんですよ。なので、生年月日同一でも名前が違うと結構通ったりします。これ、今は通るかどうかわからないんですけど、実はあの、日本人の名前って、ひらがなはいくらでも変えていいんですよ。あの、僕、西村博之っていう名前なんですけど、あの、ゆきっていうのがあの、これっていう字で、あの、 漢字ででも読むので西村博之という名前なんですけど西村博士って言っても実は通るんですよ。 なので、あの、西村博之じゃなくて、西村博士で申請すると、実は通っちゃったりするんですよ。で、あの、身分証明書として免許証を出すっていうのをやると、通ったりすることもあるので、なので、あの、っと、免許証今、読みが入ってるけ。であれば、住民票かなんかで免許取り直して、あの、住民票、要は免許って、あの、持ってない人だと、あの、免許センターでいて原付きとか取れるんですけど、で、その時、住民票持ってこいって言われるんですけど、で、その時、博士で申請すると通ったりするので、なので、あの、読み方って実は勝手に変えていいんですよね。 日本のバグなんですけど。